島根県で19歳の女子大学生が行方不明になり、遺体で見つかった事件から今日で4ヶ月になります。警察庁はこの事件を公的懸賞金制度の対象とし、情報の提供を呼びかけています。些細な情報でもよろしいですので、よろしくお願いします。島根県の JR 浜田駅前では、警察官30人がビラを配り、情報提供を呼びかけました。島根県立大学1年の平岡美也子さんは、去年10月、アルバイト先を出た後、行方が分からなくなり、遺体の一部が広島県の山の中で発見されました。事件発生から4ヶ月が経ちましたが、有力な情報はありません。公的懸賞金制度は、原則半年以上経った事件が対象ですが、社会的影響が大きい事件であることから、警察庁が前倒しして実施することを決めました。有力な情報提供者には、最大で300万円が支払われます。